川島です。見に行きましたね、新日本プロレス。面白かった。6.27 後楽園大会。プロレスファンは日付のこと何点何なんて言うんですよね、うん、今日は6月27日 6.27 で、君の誕生日いつだっけ。 3.27 俺は 12.8。 なんか響き悪い。やっぱ一番響きやね、 1.4。 あー、これはもうプロレスファンもうちょっとやめろ、もうちょっと話してもらっちゃう。好きだから。そのプロレスの動画今撮れてんだから完全に自己満足でもいいわ。で、第1試合から第7試合までありました。はい。その中で俺たちがプロレスっていうの、ちょっと待って待って、いつもよりうるせえ。僕小学校2年生からプロレスを生で見てるんですよ。そこは新日本と違う団体、ノアっていう団体のところで初めてね、小学校2年生の時日本武道館見に行って GHC の初のトーナメント、初代決めるトーナメント見に行きまして、そっからずっとのめり込んで、ね、今新日本プロレスね見に行って、もう最高ですね。いや面白い。その動画ができるなんてね、もう思っても見なかった。素晴らしい。動画はダメだけど写真撮って、もういろんなツイッター、SNS アップするのありなんです。なので今回僕たちも写真撮りまくって、はい、試合ずつのベストショットをお互い出していって、はい、プロレスの魅力が皆さんにより伝わればいいなと。いやー楽しい。超楽しい。今これ見て好きになってくる人がね、そういれば、うん、じゃあまず、第1試合、はい、ヤングライオンですね、海野選手対八木選手。俺が撮った写真は、はい、こちらです。じゃん。なにこれ。これじゃ伝わらないよ。辛いけど頑張るみたいな。あ、そう、ロープに触ったら技をほどかないといけないんですよ。必死で掴んだその瞬間ね。あー、じゃあ第1試合の僕のベストショット、うん、はい。いや分かんない。いや分かるよ。あー、でも躍動感みたいなのがすごい出てるでしょ。で、前一応俺の勝ち。じゃあ俺の勝ちだと思う。じゃあ引き分け。あー、じゃあ OK、うん、まあ、一応この試合もね引き分けだったんでね、うん、第2試合、川戸選手、タイガーマスク選手、高道之選手、金丸選手。あ、これ俺勝てると思うな。じゃあ俺から先行こう。じゃあこちら。あー、なるほどね。これはちょっといい写真だと思う。はい、はい、こちらプロレスを生で見に行ったら、うん、こんなにも近くに選手が来るよと。はーい。でさ、そういうことでさ、金丸選手ね、ウイスキーを口に含んで相手にブラッて吹きかける技があるんですけども、今からその技を試してみたいと思います。相馬さん、ちょっと来て。重心サンダーライガー選手、小島選手、天山選手、岡選手、中西選手、永田選手。やるよ。俺もあるよ。こちらです。僕のこちら。やっぱそうだよね。やっぱそうだよね。第4試合。ほら、じゃあこれです。めちゃめちゃ叫んでんじゃん。そう、後楽園ホールとかだったら選手と近いから叫んでる声が聞こえる。あ、ちゃんとね。うん。こちら。ラリアット。お、え、これはいい瞬間。第5試合、デビッド・フィンレイ選手、田口選手、ジュース・ロビンソン選手、田橋選手 VS、ロス・インゴ・ベルナ・ベルス・デ・ハポン。こちらですね、このユニットの、高橋ヒロム選手、イービル選手、真田選手、内藤選手。佐賀が一番好きなの、内藤選手。そうなんだよ。これめっちゃ面白かったよね、マジで。これめっちゃ面白かった。あれ、ちょっと目の集中 しすぎちゃったから、はい、あれ、これです。一番内藤が綺麗に撮れたかな。あー、いいね。やっぱかっこいい。じゃあ、俺、はい、こっちら。いや普通に好きなだけでしょ。違う違う違う。キングオブダークネス、うん、イービルって言うんですけど、もう大きい鎌を持って入場してくんだけど、うん、毎回鎌じゃ何もせず、鎌ちゃんと渡してるんですよね、うん、ヒール軍団だから別に鎌で攻撃しちゃえばいいから、さ、そこはプロレスじゃないと、うん、入場シーンとかも面白い。そう、入場も面白いんですよ。それはもうぜひ生で体験してもらいたいなと、うん、さあ、第6試合、ゲドウ選手、吉橋選手、後藤選手、岡田選手、バサスエルベスペラード選手、カイ選手、デイビーボイス・ジュニア選手、鈴木美穂選手ということでね、こちらです。ああ、いいね。これはエルデスペラ選手の必殺技だったのな。はい、ピンチェっていう技ですね。はい、あれでしょ。いやー、俺ね、それ取れなかったんだよね。打点も高いし、やっぱ協会で一番綺麗なんじゃないかなって思うぐらいの。ドロップキックって説得力があるってなかなかねないと思うんですけども、やっぱこのドロップキック素晴らしいなと。さあ、そして第7試合最後、櫛田選手 VS ブス選手。ブス選手のこのロス・インゴ・ベルナ・ベルス・ダ・ハポンね、入ってございます。いやー、ブス選手かっこよかった。いやー、いやー、これすごかったね。こちらです。はい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 、トップロップ越えてね、ダイブして。時代の人がいなかったら多分もうちょいこう分かったかなって思うけど、下にちゃんとブス選手がいてっていう、それに対して櫛田選手が上からバッと。けど一番痛い。こちら。あ、毒切り食らった瞬間だ。毒切りって、まあ、あの口の中でなんかこう緑色の液体をバッと相手に吹きかけるんですよ。毒切り食らった後これだからね、だってね、うん、これやばい。いつ組んでんのかもわかんないし、どっから出してんのかもわかんないし、ね、この試合もうほん結構本当盛り上がって、うん、写真カシャカシャって撮ったら前の人にピースしてんのも
多分ワンツーの時なのかな。けど自然にね、わあなるなる。試合が盛り上がれば盛り上がるほど会場が本当にね揺れるんですよ。俺地震来てんのかってくらい揺れるんですよ。それはみんなが自転でこう足踏むんですよ、バーって。したらもう会場がドドドドドって音が本当になって、これはね会場に行かないと本当に分かんない、分からない。あれはね俺も経験した時ね、うわすげえと思った。すごいでしょ。うん、 6.27 後楽園大会最高でした。僕もね今ワールドプロレスリング深夜でやってるワールドプロレスリングのエンディングテーマ、うん、ね、かいわれハンマー担当しておりますので、ぜひぜひ皆さん見てください。ということで、渡辺真央人でした。また、明日の動画、俺が何をするのか、はい、その答えは、もちろん、トランキーロ、焦んなよ。それでは、さようなら。はい。あ、ちょっと。チャンネル登録よろしく。